前にこんな動画を投稿したら反響が良くて再生数が結構伸びました。ハングルの発音は比較的簡単に覚えられるんですが、他の外国語と違って発音が分かるだけで意味まで分かってしまうことが多いので解説します。まず英語から取り入れられた言葉は日本語と共有しているので、当然簡単に理解できます。システム。システム。ただし、中には分かりにくい外来語もあります。メモデ メモードここからが本題なのですが、中国語由来の外来語、つまり漢字のお読みも共有されているので、そっくりな言葉がたくさんあります。国産、国産。調味料、調味料。五足楼、五足ロ。日本では空読みする言葉が、韓国ではお読みになっている例が結構あります。しげしげえ。白髪、白 ただし、日本語も韓国語も漢字を取り入れてから長い時間が経っているので、それぞれ鉛が生じた結果、今では発音がかけ離れています。日本語は波行が波行に変化しているので、こういう音と音の対応が生じることになります。日本語の旧仮名遣いを考えると、これは昔の発音をそのまま書き写したものなので、韓国語に近くなることが多いです。波行の問題と旧仮名遣いの問題。 両方を組み合わせるとこんなな感じになります。日本語側でかなり強い鉛が起きていますが、韓国語側では中世以降に母音が大きく変化したので、こういう音と音の対応になります。韓国語は古代のうちに、つで終わる漢字はるに変化している上、中世以降に座行の音が消えて、こんなにかけ離れてしまいました。日本語側でも韓国語側でも大きくなまった漢字もあって、かなりわかりにくいですが、 コツをつかめば音と音の対応を予測できます。ここまで紹介した対応規則を覚えてしまえば、日本語のどの音に対応するか予測して、初見で意味がわかるはずです。半ンデー、半ンデー、ハンデー、パンデー。平安、平安、平安、平安。さて、問題はここからです。この漢字、日本語で何と読むでしょうか 雑学の雑、複雑の雑ですね。ところが、雑巾、雑木林においては、雑ではなく雑と読みます。雑が正しい読みで、雑がなまった特殊な読み、みたいに学校で習ったのではないでしょうか。この漢字、今ではこう書きますが、旧字体はこうで、左側は卒業の卒にちょっと似てますが異なる無関係な部品です。この部分は変形していますが衣なので、 つまり全体で3つの部品が合体しているんですが、これ実は歪んで配置されているんです。なので本当はこういう構造をしていて、漢字の部品、州は漢字の読みをざっくり示しているわけで。もともとこの字は、雑ではなく、像という漢字なのです。というわけで、雑巾や根粒がなまった読みなのではなく、こちらが本来の正しい読みで、読み間違いが波及しすぎて標準になっているんです。 日本人が勝手にやらかしただけなので、当然、韓国語は正しい読み、複雑ではなく、複雑のまま、これに対応する発音となります。こういう例がいろいろあり、例えばこれは各半ではなく、本来は、後半です。9番、9番。輸入、輸出、と言っていますが、本来は、死入、輸出です。水、水、 日本がおかしくなっている場合が多いのですが、韓国の側にも読み間違いが定着した例があります。最後に、日韓揃って、アホをやらかした例を見てこの動画を締めくくりましょう。そも、そも。今では消耗と読んでいますが、本来は証拠です。